21年ぶりにインドネシアのジャカルタへ旅行に行ってきたんですよ。はい、同,同級生と大学時代のインドネシア語学科の。21年ぶりにそうなんですよ。ってことは21年前もインドネシアに行ってたってこと行ってたんですよ。初、私の初海外人生の。それがインドネシアだったんです、はい、その時に行った女性の方と、 た今回21年ぶりに同じ旅をしようっつって、ノープランの旅を、ジャカルタで、バリ島っていうのはさ、はい、観光地でさ、皆さんがインドネシアって言ったら思いつくのはバリ島だと思うんですけど、ジャワ島のジャカルタ首都のもう都会ですわね、そこへ、町へ、はい。21年前にそこに行った時は。はい その人と二人で、どんなことした、どんなところに泊まって何、何をしたのいや、それがね、説明が長くなるんですけど、私がもう大学へ全く行ってなかったんですよ、落ちこぼれで、インドネシア語学科で。インドネシア語学科だったんですよ、大学生の時インドネシア語勉強してたんですよ。外国語大学外国語ですね。 私は1年生の時にもう落ちこぼれて、2年の夏から全く大学行ってなかったんですよ、だけど友達はすごく仲良くて、みんな、でそのうちのななちゃんっていう女の子ですよ、でその時からこの子は語学は堪能だったんですよ、結構、英語はもともと喋れる子で、でその子がインドネシア行こうよって誘ってくれて、でその時私、ダメ人間だったんで、学校も行かないし、バトやってもクビになるもんで、貧乏のあれで、もう本当に何もしてなかったんですよ。 何もしてないんですよ。とにかくすぐバイトクビになるって言って十な、20食近くクビになってますから、もう、働くより断食決め込もうみたいな、あの、なんでクビになるか、理由分かんなかったんだよね、ね。うん、まあ、社員さんが言うには、なんかムカつくっつって、首、まあ、なんか、なんか教えてくれとは思ったけど、まあいいやと思って聞かずに辞めてたんですけど、まあ、光浦を感じるとき、二通りあるからね、とっても好きになる人と、なんその二通り、それは大体わかるわ。わかるでしょ。 貧乏だったんですけど、はい、奈々ちゃんが旅行に行こうよって言って、うんで、旅行のお金すらなかったんですよ、<お>行けるわけないじゃんっ,つって言ったら、うん、真面目にバイトしてる奈々ちゃんが。うん お金を貸してやるから行こうって、そこまで言ってくれて、大学生の時お金借りて、奈々ちゃんと二人でジャカルタへ行くんですよ。それが大学3年の時なんですよ。で、これまた話すと、また。分かんないけど、また業界も全然、ただの。ただのブスな女でした。それが、いくつ、21歳のとき、1歳ぐらいかね、そうだね。19、20、21ですね。ちゃんってこの ふくらされてる。当時は痩せてたで。当時は痩せた。随分ふくらされましたね。多分うん <laughs> 年計算で言うと年2キロずつ増加してったかな。もっとかな。年3キロずつ増加してたぐらいの。2>, 2倍から。まあ4倍ぐらいになってますね。七<倍>ちゃんは。これはだってどう考えても4倍ぐ、ね。4倍ですか。感じあるね。身長は三浦さんとあんまり変わらないのかな。はい。うん ささん細く見えるね、この姿になるとね、横に奈々ちゃんがいるとね、はははいいい奈々ちゃんが大学3年生の時にまあ旅行会社バイトしてて、英語が喋れるから、あなんぞアテンドっていうのか、あっせんっていうのか、まあ外国人が来ると空港まで迎えに行って、ホテルまで送り届けるみたいな、そういうあのバイトをしてたんですよ、でその時に、アジアの音楽祭っていうのがあって、日本で、それは21年前の話ですよ。インンドドネシア代表のバに ついたんですよ。はい、インドネシア語もちょうど勉強してたから、はい、で、そのインドネシアのバンドの子らと、たった一瞬の出来事なんですけど、うん、とっても仲良くなって、はい、その当時は、LINE もなんもないじゃないですか、はい、ネットとかが、文通をするんですよ。はいはいうん そのボーカルのヘディーっていう男の子と、ヘディー、覚えておいてくださいよ、歌手です、当時、アイドル歌手であり、バンドもやってて、人気のアイドル歌手です、男の子ヘディ日本に来日してきた来日してきたで、その翌年が二が私たちの言う21年前になるんですよ、で旅に行くって、私たちはお金がないから、一泊千円の宿だけを予約して、一泊千円そうですよ、ダブルベッドで2人で寝て、で1人500円ずつですよ、一泊。 予すごいジャカルタへ旅立つんですわ、ノープランで20日の旅に、21年前。20日間、日間ノープランでノープランで。ちゃんの金で、でへ行くわけですよ、で、ななちゃんはそのとかヘディと文通してて、どこどこの貧乏宿に泊まりますとか言って、手紙は出したって、会いましょうって言ったけど。 その当時でさ、船便なのか航空便なのか分かんない手紙が届いてるかどうかすら、保証ヘディにね。ヘディに。で、電話番号も分かんないわけですよ。とりあえずうちらは貧乏宿で泊まって一泊して、ほら、ヘディと連絡取れないじゃんなんていう話をしてたら、翌日だかその翌翌日だかにヘディが車で、その貧乏宿まで、やっぱね、当時っつうか、今もそうかもしれないけど、インドネシアで歌手やるっつったら、やっぱりちょっと上流階級の人たちなんですよ。はい で、はい、うちらが止まってるのはもう貧乏な宿なんですよ、はい、多分ヘイディはそんなストリートに来たこともないような子だと思うんですよ、うん、で自分で自分の車を運転してヘイナーナつって迎えに来てくれて、あのー、で,で友達のトゥマーン安子つって、うん、であの紹介してくれて、うん、でそっからヘイディの、うん、にお世話になる20日間の旅を21日 一歳の時にやってんですよ、私二十年前に。二十年前に。ヘイディの実家に泊めてもらったり、ヘイディにとにかく、明日はテレビの収録だからついてくるって言ったら、行く行くって言って、ディスコで、バンドが今日ライブやるけど見に行くって言ったら、行く行くって言って、全部ついて回って、その。じゃあ、ヘイディは当時、向こうじゃ結構有名な。そうです、そうです。アイドルの。そうです。歌手みたいな。歌手なんですよ。 それでいろんなとこ連れてってくれて、私が語学が全くできなくて、インドネシア語が片言しか喋れないから、もう今でいうボビーオロゴンみたいなもんなんですよ、何か喋るけど、途中から言葉が変わってきちゃうっていうのが、とにかく向こうの人からしたら面白くて、スコは面白いっつって、なんだか知らんけど、多分下ネタとかさ、いろんなもん吹き込まれるんですよ、いえいえっつってってやつ、理解ができないから、言われた通り言うと爆笑するんですよ、インドネシア人が。それで面白い日本人が来たぞっっつて 知らも 最終的には、のど自慢大会の審査員とかやってますからね。ただの女子大生が、白いから、面白いから,白いからって面って、面白い日本人来たぞってって。そんなことしてるのそう、それが、そう、片言で、うん、ほんでなんか知らんけど、あの、挨拶しろ、挨拶しろとかすげえプレッシャーかけられるもんで、もう、私は安子です、えー、白飯が食べたいですとか、知っとるタコ全部並べるとさ、ば、爆笑するわけよ。うん、で、ありがとうございましたって頭下げながらマイクで頭ごつんってやるとさ、爆笑するわけよ。うん、で、あんカあれとか <laughs> で、お客さんすげえあったかいもんで、インドネシアの人が。 ゲラばっかりなもんで、すそれなんか芸人になるきっかけになるような、そうだも、もう本当にそれかもしれないぞそうだよね、だって、あのマイクに頭ぶつけるみたいな、ベタなことは。ベタなことばっかりやっ,とって、うんうん、で審査員席へどうぞって戻るじゃん、でうん、椅子引いてくれると、必ず、うん、あーい大爆笑するんですよ、<laughs> なんてゲラなんだっていう、本当にね。 お金もない。うん、あのただのブスの女子大生ですよ。あの、勉強もしないで。片言しかしゃべれない。片言喋れないのは、インドネシアに行ったら、向こうじゃ、うん、やることなすこと大爆笑。そう。で、何言えお前、やっぱりルーツそこだな、芸人の。で、それで、うん、で、ななちゃんはななちゃんで、その時、うん、私よりしゃべれたから、うん 通訳に回るしかないじゃん。はい、インドネシア語どっちかが喋んなきゃコ、コミュニケーション取れないもんで、はいね、そうしたら、奈々ちゃんはもともと語学に堪能な子だもんで、はい、もう、現場でみるみる喋れるようになるんですよ。で、それが本当に21年経ちまして、はい、今の職業が、私が今この職業についてて、奈、はいね、々ちゃんはなんと、うん 通訳になってるんですよ。インドネシア語の。しかも奈々ちゃんは途中で大学を中退してるんですよ。うん、インドネシアに留学して、うん、もう日本の大学やめて、うん、その代わり私は8年もずるずる,、うん、ず,るずるずる金を払い続け、うん、全く言葉を喋れないよに大学にね。うん、大学が卒業するっていう因果な関係で。うんうんうん、ああ、そう。それが、そういう過去があって。その過去があって。ってなぜその何ヘリに会いたいと。 ヘディに会いたいはいいけど、その奈々ちゃんとは、うん、君はこの20年間な,なんで繋がってたのずっと仲いいです。 そうなの、この業界に来ても、こんなことあった、あんなことあったって、ご飯食べたたりしてうちね、大学がインドネシア語学科っていうのが、多分三30人弱しかいないんですよ、多分それぐらいの人数なんで、すごくね、結束が固かったんですね、で助け合いみたいなテストの時でも、とにかくなんかそういうことをやる大学だったんで、私が途中でドロップアウトしたりとか、なんか学年がどんどん変わっていっても、ずっとつながっとって、入学した時のメンバーは。でで今もやっぱりなんかこう ああちょいちょいご飯したりとかはああの。奈々ちゃんもほとんど同い年だよね。ねそうです。ああ一個上ですけど。ちょっとあのつっく、あの突っ込むけど、奈々ちゃんは独身。独身。ああ、そうだよね。そう。<laughs> まあ、今い,、まあ、いいんだけど、まあ、そう、そうだよね。まあ。そう <laughs> 私と仲良かった人、みんな独身じゃん恐ろしい、呪いだよ、たまん、私、なんかね、田舎のね、本当に分からんよ、分からんけど、多分結界を踏んだ気がする、<laughs> ここは入ってはいけないという田舎のどっかの神社の何か呪いみたいなとか私はね、幼少期に一回踏み越えた気がする、だから、そうそう、呪いだと思うなんか独身独身師みたいな、なね、触ってるかもしれない、<laughs> 分かんない、結界を越えた気がする、<や>私の周りの人がみんな独身な、ね、みんな独身になれみたいな、何かね、呪いをかけられた気がする。 ああそ,うそれで、その二人が21年ぶりにジャカルタに行くわけだ、そして、今の時代が変わりまして SN、SNS が発達し、ナナちゃんはヘディと、今回は最初から会おうという約束をした上で、5日間、ジャカルタへ行ったんですよ。 ヘイディに会えた会えたんです。かこれ写真があるからね。これがヘイこれがヘディ。二十一年ぶりにヘイディに会ってね。いやまあこのメガネ。私なんかどっかあれだなアイドルのかけらがちゃんと残ってねこの。今でもちゃんと売れてんですよ。ちゃんそれが素晴らしくないですか？歌手として売れてる。歌手としバンドもちゃんとやってるし。目鼻立ちがくっきりした。これ身長はどのくらいあるの？高いですね。あそうなの。写真じゃわかんないけどこの人は大きいんだ。へえ。 いやあ、それで、その、フェリーは、お、あって、覚えてった。覚えてた。全然覚えてた。そいで、安子が、うん、あのー、日本でテレビに出てるんだって、うん、っていう話は聞いて、うん、嘘つけみたいな、ゲラゲラ笑っとって、はい、ほんで、私も、 なんか、コメディアンですみたいなことを海外で言うと、じゃあネタやってとかギャグやってって言われるもんで、はいはい、結構さ、そんな持ちギャグもないじゃん。で、人を笑かすこともそんなさ、パッとできるネタなんかないからさ、いつもさ、海外に行くとさ、あの、ジャパニーズフェイマスアクトレスですって紹介するの、自分のこと自己紹介。そうするとね、ヘディがね、それだけでも爆笑してるのよ。<laughs> アクトレスになれるわけねえだろって言って。<laughs> <laughs> 言葉わからんでも全部わかるんですよ。<ー>ほんで、奈々ちゃんが、<ー>いやいや違う。本当に、<ー>あ、じゃやすこは、うそうそ。 やってんですよってインドネシア語でバーッてやとそうだろうってゲラゲラ笑うの。でも、うん、なんなちゃんが「でもね、安川コメディアンだけどドラマとか出てんだよ」っつったらヘ、うん、ディが「嘘つけドラマに出れるわけないだろ」って言うので「<laughs> いやだからドラマで。 あの、ティダちゃんティっていうのだけは聞き取れたんだよ。可愛くない役の、ええ、役者をやったりはするんだよって言ったら、もう、爆笑して。でもちゃんと、で、あの、光浦が今、コメディアンもやるし、今、11人いるみたいなドラマで、ちゃんと役者もやってるっていうようなことは通じたの。そう、面白いで、全然21年前と変わってなくて、で、相変わらず、ちなさんもっと言語がさ、二十何年、インドネシア語なんか、触れたことなかったもんでさ、もっと語学が。 ダメになってるじゃん。ただ21年前と変わらずね、ギャグとか下ネタをどんどん吹き込むんだよ。ヘディが。で、会う人会う人にさ、あれ言え、あれ言えってさ、遠くから目配せするもんでさ、言われた通り言うわけですわ。はい、こんにちは、白いご飯ください。なんだかよくわからんけどね、もうね、多分日本で言う、どんだけみたいなギャグとかあんの。もうなんか、かしゃ やろとか全然わかんないと思う、たぶん日本人が聞いても、それを言え、言えもんでしょ、今、向こうで流行ってるギャグ流行ってるギャグか、なんかいる、あんだよ、そういうの言わされてね、受けるわけですよ、それもなんか、今もヘディのランクからするとさ、ヘディの友達だなんつってさ、いろいろ紹介してくれる人がさ、あなんだろうな、オリンピックメダリストだった人だったりとかさ、なんかマドンナのバックダンサーしてましたっていうようなさ、なんかすげえ澄んだのさ、民族の踊りのさ、ダンサーだったりとか。 このの人、そのれちっちゃい男の人、なんか濃い顔の人、眉毛の濃い、頭が少しちょっと薄くなった、長髪の唇の分厚い、この人、背もそんな大きくなさ全然小さいです、私より小さいぐらいです、この人、マドンナのバックダンそうなんですって、マドンナってすげえなと思って、世界各国からすげえな、ピックアップしてるっていう、日本からだって、ケント・モリ、そうだろ、窓のバックダンになって、あそうか。 マドンナのバックダンサーなんていうことになったらば、インドネシアでは結構ね、ダンサー界では、ダンサー界では、そうううそそその人と、なんでこんなツーショットでニコニコしてんの、この人ヘディのシューティングで、あのテレビの収録で、21年前と同じことしようっつって、ヘディがテレビのロケがあるけど行くっていうもので、行く行くってついてって、その時の企画が、ヘディがその民族の住んだだったか、私、ちょっと忘れちゃったんですけど、舞踊をすると、このダンサーに舞踊を。 習ってやるみたいな企画だったんですよ。ああ それにいかて品川商事の品川さんみたいな顔がよく似てるね、あこの人はインドネシアのなんかわからないけど、その基本的な踊りも踊れる人、この人はダンサーです、ダンサーだから、それもできる、そうそうそう、もともとは民族舞踊とかのそれができて、それをマドンナがピックアップしたとはあ、で、そういう偉い人に会っとるのにヘディーが後ろで、あれいえあれいえってものね、初めまして。どんだけ みたいなギャグをやるわけです。じゃ、爆笑するわけですよ。えー、あの、ヘディは結婚してるんですか。うん、恐ろしいことに、うん、ヘディも結婚してないんですよ。うん <laughs> なでですそうんよで経験なるイスラムでね、こんなギャグとか大好きなねノリがいいんだけどね、ちゃんとね、私たちがショッピングとか連れててくれるんですよ、スーパーとか、そうすね、ちょっと抜けていいって、なんでっつと、ちょっと今、お祈りの時間だからっつって、今、ショッピングモールとかやっぱり、インドネシアのね、特にジャカルタはイスラムがほとんどなんで、ショッピングモールに必ずね、ワンフロアにね、一個かいくつか、お祈りできる場所があって男、男性部屋、女性部屋って、でそこへすーっと行って、時間な るとちゃんとお祈りして戻ってくるみたいなね。一日何回ぐらいですかね。5確か五回だと思いましたよ。行、ね、ったかな。あまあまあ宗教はジャカルタ全部があのイサスラムじゃないけどね。まあ一番私は,は全部ジャカルタはそうだんね。まあでもキ割ウがイスラム、うん、パリの方行ったらね。パリは人数。ヒンズーのね。 えー、これは何ですかこれは。これはね、はい、町の人たちが行く、私が手芸をやっの材料を買いたいって言ったら、ここ紹介してくれて、町ごと、うん、手芸みたいなスポットがあって、うん、それはもう観光客がなかなか行かないようなところで、現地の人たちが布を買ったりとかボタン買ったりするようなビルがあってね、そこのワンフロアが、その場で布を買った人が、 衣装を作るミシンの職人ばっかりがいるフロアがあるんですよ。<ら><ー>このミシンがまた面白いでしょ。<ー>すごい古いミシンなの。めちゃくちゃ古いミシンみたいに見えるけどね。<laughs> <ー>それをね、で、あとね、うん、なんだろうな、見よう見真似でその場でワッペン作ってくれたりとか、うん、その自分たちが持ってるさ、この絵の通りに作ってとか言うと、その場で、見よう見真似で、じゃ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 ってやって作っちゃうんですよ。 すごいんですよ、技術が。ただよく見ると狂ってますけど、あの、違ってんですよ、<laughs> 文字が。あ、ちょ、文字ち、まあ、いいかっていうだけど、<laughs> そのチョちょこ加減も含め、うん、もうとってもなんかね、明るい人たちでね、カメラを回していいかって言ったら、<ー>全然いいよ、いいよってみんなウェルカムで、で、まあ日本人は私と奈々ちゃんしか全然いなくて、<ー>で、えー、っ,つって言ってね、緊張して失敗したりとかね、<ー>可愛らしい人たちでね、<ー>とってもみんなウェルカムでね、 全部のことを含めて聞きますが、今回はあれですか、旅行の最中に、前に行った旅の時のように、地図持って立ってれば男が寄ってくるとか、ニューヨーク、ニューヨーク、女子アナに騙されたの巻あの巻みたいな、そういうなんか、下心みたいなのはお持ちでいらした。 もうただヘリともう一度そのインドネシアをその街をただ楽しもうみたいなノープランを。 ああじゃあそういうい下心は今回な,しなしです<ー>でヘディに私、うん、21年前はヘディのこと、やっぱりね、ちょっとね、まだね若くて男前だったでね、うん、ちょっとどこかに照れがあったけどね、はい、21年経ったらねヘディ、いくらアイドルの歌手のヘディでも、うん、顎のの辺りがタプタプしとって、うん、そこが逆に安心して、<laughs> 21年の時をすぐ超えれましたね。下手に男前だったたら緊張してたけど、うんお つって、うん、会ってたた瞬間にハグができましたもん<ー>だけどヘディも、私、ずいぶん21年前より綺麗になったけど、普通にゲラゲラ笑っとったもんで、うん、相変わらずブスだなっつっとったもんで、うん、だからこそですよ、だからこそすぐね、<ー>ハグができたんですよ、ね、ここに恋心と照れとか、ああね、いろんな下心をなくしたときに、ちゃんと旅が始まるっていう感じがちょっとしないでもないですよね、<え>本当に楽しむ旅っていう意味じゃ、楽しんできたってことだよね、すごい 楽しかったもっとね、ラジオではね、あと1時間くれたら、本当、ことごまかに、まあでも楽しそうだった、写真見て、本当、まあでも21年間の時を超えるっていうのは、外国に行くと、前のアパートなんか行ってみたの、あ前泊まった貧乏宿に行ったんですよ、でそこにアントンっていう店の人がいて、アントンまだいるって言ったらね、死にましたつってね、あっ、21年って、やっぱり21年って、すごく長かったね、奈々ちゃんつって。 Thank <laughs>